お疲れ様。私の初めてのレッスンどうだった？いい感じだったんじゃない？やっぱりミオちゃんゲイ達者なんつって。やっぱりアイドルのレッスンって難しいや。覚悟はしてたけど余裕で一発合格ってわけにはいかなかったもんね。でも初めての経験に挑戦するのってさ、ワクワクしてすっごく楽しいよ。これから何かが変わるんだなって気がするし。実はさ、私みたいな子が楽しそうなんでアイドル目指しますなんて言ったら怒られると思ってたんだ。遊びでアイドルやるんじゃない、世の中をなめるなって怒られてもおかしくないよね。でもプロデューサーはそんな私をちゃんと分かってくれたじゃん。実はとっても嬉しかったんだ。ふざけてみたけど私の中にあった本気のところをちゃんと理解してくれたんだって、そう思ってさ。でも楽しそうって言った言葉は本当だよ。自分が楽しまなくちゃきっとファンを楽しませるなんてできないもん。私の元気でみんなを笑顔にする、それがアイドル本田美桜の使命だよね、プロデューサー。うんうん、美桜ちゃんはちゃんと分かってるんだよ。おちゃらけてるだけじゃないもんね。プロデューサーもそんな私をちゃんと見ててよ。ほら、もしかしたらだけど楽しみすぎて周りが見えなくなっちゃうかもしれないし、それにこれから辛いこともきついこともあるかもしれないし、でも私は絶対にギブアップなんてしないよ。めげない負けないポジティブパワー、へこんだってその分を力に変えてみせる、それがミオちゃんだからね。